終わり名所図へ、前編巻四愛知郡により、西岸寺西岸寺は、愛知県名古屋市厚田区白鳥二丁目にある浄土宗の寺院、源頼朝の生誕地としても知られる。協禄2年、厚田神宮大宮市藤原市の別邸跡に、吉野城の吉野馬野城の妻でもある、前光商人儀が、織田信秀の援助を得て創建した。平安時代末期。 源、吉友の性質となった、藤原富則の娘由良午前は身ごもって、厚田の実家に帰り、この別邸で頼朝を産んだと言われる。終わり名所図には西岸寺の隣に清め茶屋が描かれており、厚田神宮参拝者はここで身を清めた後、参拝に向かったという。この清め茶屋のあった位置に、平の清盛へ幼い頼朝の除名を嘆願した、池前二の、 池戸の屋敷があったと伝えられている。天正18年には、豊臣秀吉の母おまんころが参詣したと伝えられる。慶長5年の火災で、ガラン重物が消失したが、豊臣秀頼の命で再建された。後に、尾張藩が、山門などを修理し、治療も寄進され、代々の尾張藩により、信仰されてきた。また、松尾芭蕉も厚田神宮訪,訪問の際、 自ら言い出して、厚田にある、過激予者と西岸寺に訪れたという。昭和20年6月9日の空襲により、西岸寺は本堂などが炎上し消失。源頼朝誕生地である樹木に囲まれた、頼朝祠があり、隣の池跡に大きな石で積み重ねた、源頼朝後部湯の井戸があったが、やはり空襲で破壊され消失している。 戦後以降に、西岸寺が再建されたとき、源頼朝誕生の伝承を惜しむ人々により、再び池跡に、源頼朝後付部の井戸が設けられているが、以前の元と異なる簡単な石造りのもので済ませており、消失した頼朝祠は再建されなかった。現在の西岸寺は、戦後の名古屋市の戦災復興事業などによる都市開発などの影響を受けて、 境内の規模が縮小され、西岸寺は、金の葵の五門をつけた、コンクリート作りの近代的な作りの本堂となっており、かつて本堂が存在していた場所は現在、駐車場となっており、駐車場入り口にある三門も葵の五門がある。三門のところに、源の頼朝誕生地であることを示した名古屋市、教育委員会が建てた、案内板と、伊藤一万像が寄贈した、右大将、 よりともこう誕生窮地の石碑が建てられている。なお、本堂と三門に、青の御門があるのは、西岸寺の海祖である、善光商人が、人質時代の竹千代の教育係だったことや、後の終わり藩の影響などの理由が見られる。ありがとうございます。